ラスカサバイのチャンネルです。6月の27日月曜日ですね、6月27日月曜日です。最後の月曜日ですね。あと何3日今日27、28、29、30、あと4日か、今日で4日ですね。4日で6月も終わりですね。現在時刻の方14時ちょうどです。14時ちょうどですね。今日はね、ご覧の通り、PTT バンビエン、燃料到着しました。でね、レギュラーガソリン21,650円になってます。円じゃない。21,650切符になってますね。21,650切符、ほぼほぼ200円ですね。リッター200円で、燃油が販売されております。でね、今日はね、今日もね、ネタがないんで、ニュース紹介です。ラオスはね、大体ね、あれらしいです。年間ね、12億リットルの、燃料が、タイやベトナムからね、輸入されているということなんですけれども、実はね、12億リットルの燃料がね、輸入されているのに対して、実際ね、マーケット、その燃油マーケットですね、燃油マーケットではですね、年間19億リットルもの燃料がね、消費されているということなんですね。で、これ7億リットル以上の燃料が、密輸されているということなんですよ。で、まあまあね、この密輸業者がね、7億リットルからの、ね、量ってなかなかべらぼうだと思うんですけども、このべらぼうな量をね、勝手に持ち込んで脱税して販売してるってことなんで、まあまあね、この輸入業者とね、その輸入品をね、扱う、まあガソリンスタンドですねにとってはね、むちゃくちゃね、美味しい話だと思うんですけども、まあこれだとね、税収が厳しくなるということでですね、政府の方がですね、ラオス政府の方がちょっとその辺のね、何規制をね、さらにね、引き締めるということらしいですね。で、ただね、引き締めてもしょうがないということで、これね、過去動画でもね、ちょっとご紹介したんですけども、ガソリンメーカーですね、燃料メーカーに、1億2000万ドルのね、資金を割り当てて、ね、輸入をね、活性化させるというね、これでなんとかね、月に1億2000万リットルのね、輸入が確保できるんじゃないかということらしいですね。まあけどね、とりあえずね、こうなんていうんですかね、取り付け騒ぎみたいにね、燃料到着したら長蛇の列をねなして、まあビエンチャン市内なんかねひどいんですけども、それがね解消されたらねいいんじゃないかと思います。あと次のニュースですね。次のニュースはですね、これはね、朗報ですね。国会は観光客を引き付けるためにビザ期間を延長することを提案しますというニュースがね、上がってますね。通常ね、日本人、ジャパンパスポートホルダーはですね、入国時、ラオス国内滞在がね、15日以内である場合はですね、ノービザで滞在することができます。だからショートラベラーはね、ビザ取らないでね、ノービザでね、ラオス楽しむことができるんですけども、もうちょっとね、ラオスを楽しみたいという方はですね、入国時に、アライバルビザを取得するのはね、お得っていうかね、おすすめするんですけども、これがね、現在ね、40米ドルですね、40ドルで1ヶ月ですね、30日です。40米ドル30日、これがね、この30日の、ね、期間をね、延長した方が、もうちょっとね、ラオス国内に、外貨がね、落ちるんじゃないかという判断でですね、ビザ期間を延長することを提案するというふうな、ね、流れらしいですね。だけどこれね、
何日にね延長するっていうのがね、まだね具体的にね出てきてないんで、これはちょっと分かんないですね。だからタイの方もあれですよね、タイ、ノービザ、30日だったのが、ノービザで45日だっけ、なんかノービザ滞在がね、ノービザの滞在期間がね伸びるようなね話をちらっとね目にしたことがありますので、うん、まあ、それのね影響もあるのかもしれないですね、うん、あ、そういえばあれですね、7月の1日からタイ、タイランドパスポートですか、あれが廃止になるみたいですね。で、ワクチン接種証明があれば保険か、1万ドルだっけ、1万ドルの保証がある保険加入、あれが廃止になりますね。7月の1日からですね、来月の1日からです。で、あと、ワクチン接種証明を持っていれば、検査、抗体検査が、ね、必要ないということですね。で、ただね、意外とあれですね、日本の方、まあね、ここ何日かね、コメントや、ね、メールでいただいてるご相談とか、あと実際ね対面でお話しした視聴者さんなんかね、ワクチン接種してない方が、ね、意外と多いですね、うん、びっくりしました。で、まあ、そういう方はね、PCR 検査で、 PCR 検査はね一応ね7月1日以降も陰性証明書か、陰性証明書の提出が必要になるということなんですけれども、まあまあね、日本から、タイに来るときは日本でね、出国72時間以内に、検査した、陰性証明書か。で、ラオスから、タイに戻る場合もですね、ラオス国内でね、PCR 検査を受けなきゃいけないということらしいですね。うん。まあこれもね、もう近いうちにね、廃止になるんじゃないかと思いますけどね。うん。まあ、廃止な思うっていうか廃止になることをね、大きく期待します、うん、あとね、すごいっすね、ゴールドの大暴落が止まらないっていうね、ブログがね、まあ、いつものねルアンパバンの即民祭、日本人屋の即民祭ゲストハウスのねおかみさんのブログでね、上がってましたね、うん、すごいですね。1週間で、ゴールド、ドルは 30% 下落、バーツは 35% 下落ということでですね、今ね、ラオス国内でね、ゴールドがね、すごく安くなってるらしいですよ。うん、金、ラオス人金好きだからね、うん、まあ、今ね、その、ルアンパバン、パバンのね、近郊ですね、ゴールドショップはね、長蛇の列らしいですね。売りたい人とね、買いたい人、うん、それがね、大混乱という、まあまあね、もし、ラオスにいらっしゃった際にね、金の購入を考えている方はですね、まあ、ビエンちゃんか、ルアンパバンでしょうね、うん、このおかみさんのねブログのね URL は概要欄に貼っとくんで、興味のある方はね踏んで読みに行ってください、うん、であとね、同じくねこの即民祭ゲストハウスのねブログなんですけども、ルアンパバンね、ルアンパバンなすっごいらしいですよ。週末土日絡むとね、宿難民のね出るぐらいね、お客さん、まあ、タイ人を中心としたタイ人とビエンチャン人ですね、中心としたね観光客がねルアンパバンに戻ってきているということです。で、まだまだね日本人とかね欧米人というのはね絶対数が少ないんで、で、まあまあ、長いトンネルはもう抜ける出口が見えてきたけれども、その日本人欧米人のねもともとねルアンパバンをね活性化させたその客層が戻ってきてないんで、まあ、これからね、長かったトンネル、3年間に及ぶトンネルがですね、抜けるんじゃないかというね、ブログ記事が上がってます。まあ、こちらの方も URL、貼っとくんで、興味のある方はね、踏んでご覧ください。こんな感じかね。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。